こんにちは佐藤です、えー、今日はですね江戸川乱歩江戸川乱歩の二千うかという作品の中の一節を皆さんに紹介してみたいと思います、えー、今日ご紹介するのは江戸川乱歩ですね江戸川乱歩の二千うかという作品の中の一節なんですけれども、えー、こちらですねでは読んでみたいと思います 世の中に一番安全な隠し方は隠隠さないで隠すこととだだ世の中に番安全なな隠隠隠し方はさいですここういったあの一節があるんですね、えー、これはどういったことかと言いますと、えー、何か私たちが物を隠すと、えー、物を隠したり、えー、何かに隠し事をしたいという時っていうのはいろいろと工夫しますよね。 いろいろと考えて、ここならば見つからないだろうとね、奥の方に押し込んでみたりとか、いろいろと工夫をして、まあ目立たないところに隠そうとしたりする。まあそんなことをね、私たちはしてしまうと思うんですけれども、でも実はですね、そういった風に工夫をして奥の方とか、なんかね、いろいろと技巧を凝らして隠したやつっていうのは意外と見つかりやすいものだと。逆に見つかってしまいがちなんだと。そうではなくって、隠さないで隠す。つまり私たちが普段よく目にする場所。

えっと以前私は別の本で別の本で読んだことがあるんですけれども人間の脳というものは一度見たものは二度見ないとまあそういったね話を以前どこかで何かの本で目にしたことがあるんですけれどもこれはどういうことかというと私たちの脳っていうのは例えば目に映るものを全部処理していると非常に大変ですよね。目から来る情報っていうのは本当に大量の情報になってしまうのでそれを一つ一つ処理していると 本当に膨大なエネルギーが必要になってしまうと。 えー、なので、脳、えー、はそれを防ぐために、少しでも情報の処理をスムーズにするために、一度目にしたことがあるものっていうものは、えー、もうすでに把握したよと。これは前に見たよということで、もうスルーするようになっているんだと。えー、見る必要がないと判断して、えー、情報処理をしないで済ませようという働きがあるというね。まあ、そういったあのー、まあ、説明を以前どっかで見たことがあるんですけれども、非常に今回の話と共通点がありますよね。えー、逆に、えー、よく目につくところに隠すと、そこはね、逆に人 目につかないんだよ。っていうのは、あの本当、今説明した脳の仕組みと意外と共通点があるなと思って、非常にこれ面白いんじゃないかなと思ったんですよねえ。そしてあの逆に考えてみると。 私たちがずっと探しているものってありますよね。皆さんも何か探していることってあると思うんですよね。えずっと探して答えがどこに、えー、ずっと探していて、どこかに答えがないかなと探しているものほど、実は目の前にあるんじゃないかな。まあ、そんな考え方ができるんじゃないかと思うんですね。あの、東大元暮らしっていうことわざがあると思うんですけれども、本当にね、足元にあるものっていうのは、すぐ近くにあるものってのは見えないんですよね。私たちっていうのは。えー、あまりにも身近だと気がつかないんですよね。えー そしてそれと同時に何か自分たちが探している答えとかヒントっていうのはすごく遠くにあったり今まで行かなかった場所にあると考えがちなんですけれども実はそうじゃなくって本当に目の前の目の前にあるからこそえーほんとスルーしてしまってるとえ無視してしまっていてそこにね目の前にあるのにそれが見えてないってことがあるんじゃないかとまそういった考え方ができるんじゃないかななんてねえちょっとね色々と考えてみたんですね そして、えっと、もう少しね、じゃ私の体験から少し今の話を掘り下げてお話ししてみようと思うんですけれども、あの、私は、えー、まあ、キャッチフレーズですね、キャッチフレーズとかキャッチコピーと言われるようなものをね、えー、まあ、作ったり書いたりするような仕事をしてきたわけなんですけれども、そのようなね、新しいキャッチフレーズを考えるときっていうのは、どのようにして、えー、まあ、考えていくかというと、えー、まず最初に依頼をしてくださる企業ですよね、まあ、クライアントの方の担当者の方が、えー、方とお会いして、 していろいろとまあ話し合いをしながら、えー、最初ねいろいろと探っていくんですけれども、えー、その担当者の方が、えー、まあ用意してくださった資料なんかを見ながらいろいろとお話をしてくださるわけです。でそのお話をしてくださった中から今回はどこがポイントになるかなとかどこからちょっとねあの切り口を考えていこうかなということをまあ探っていくっていうところがね私のような仕事のまあ最初のステップになっていくんですけれども、最初の説明とか皆さんがね担当者の方がしてくださる説明っていうのは。 いろいろとねもう考えてくださって本当にたくさんの資料を用意してくださるんですけれども、えー、実はですねあの本当にポイントになるというか、まあ、強い言葉になるきっかけになる 言葉っていうのは意外と本当に目の前にあることが多いんですよね。えー、ま企業の皆さんにしてみればあの普段毎日目にしていることなので、まあ、それはね自分たちにとっては普通だと今更そんなことを話ししてもしょうがないじゃないかと考えてしまう。まあ、先ほどの盲点になってしまう部分ですね。普段目にしすぎるからこそそれのその凄さに気が付かない部分っていうのが本当にたくさんあるんですね。ところがお客さんからしてみるとそこの部分が知りたかったんだよとかそこの部分 何かねそういったの強く、えー、強い言葉になるきっかけっていうのが目の前にあることが多くてで私が最初にやることっていうのは、えー、いろいろとお話を聞きながら、えーまあ、皆さんですねクライアントの皆さんが見落としてることとか、えー、皆さんの足元にありすぎて近すぎて見えなかったことなんかを、えー、そ,れそれをね、えー、お客さんの視点で見てそこから新しい言葉を探っていくっていう、まあ、そういった作業になっていくんですね。えー、そその そういった作業なんですよ、えー、本当にまさにね今日お話しした二線、えー、動画の中のフレーズであったり脳の仕組みとかなり一致する部分があってこれちょっと面白いなと思ったんですよ、えー、本当に大切なことっていうのは、えー、目の前に隠れてるというか目の前にありすぎて見えなくなってしまっている、えー、しかし私たちが私たち自身が自分でそれを気が付くことっていうのは本当に 難しいんだっていうことをね、えー、本当にあの、つくづくと感じるわけなんですね。えー、なので、もし皆さんがずっとずつ何か探していたり、ヒントを探したり、答えをね、えー、求めているものがあると思うんですけど、意外とそれは本当に目の前に、すぐ目の前にあって、目の前にありすぎるからこそ気がつかなかったっていうことが結構あるんじゃないかなと思うんですね。えー、ずっと探していた答えが、なんだ、こんなところにあったのかっていうね、えー、それに気がつくことっていうのが結構あると思いますので、えー、ぜひですね、 えーまあ、そんな視点を持って今まで自分が何度も見たものの中に答えがあるんじゃないかという意識を持って見てみると意外にねそこからヒントが見つかるんじゃないかなと思うんですね、えー、ただねなかなか自分自身ではそれに気が付かないっていうことがあると思うので、えーまあ、信頼できる人がいれば信頼できる人に指摘してもらうとか、えー、そのような感じで第三者の視点なんかも利用したりして、えー、ぜひですね今回お話ししたようなことをちょっとね皆さんの、えー、中に取り入れてみていただいたらどうかなと取り 入れてみていただくと何か面白いことが見つかるんじゃないかなと思いまして今回ご紹介させていただきましたこのチャンネルはですねこのような感じで文学作品などを通して考えるヒントを提供していこうと思っています今日はですね江戸川乱歩の二線同化という作品を読んで考えたことを皆さんに紹介してみました今日の内容はこれで終了ですありがとうございました